ヘンリー・キャントウェル、ウォレスヘンリー・キャントウェル・ウォレスは、アメリカ合衆国の政治家。ウォレン・ハーリング政権及びカルビン・クーリッジ政権で、第7代アメリカ合衆国のオム長官を務めた。1866年5月11日、ウォレスは、イリノイ州、ロックアイランドにおいて誕生した。ウォレスは、間もなく、家族と共に、アイオワ州へ移り住んだ。一家は、 オリエント近郊に農場を開いた。ウォレスは1885年から1887年までアイオワ州立農業大学で学んだ。その後ウォレスはアイオワ州で父親が経営する農場の仕事を手伝った。ウォレスは1891年にアイオワ州立農業大学に復学し、1892年に落農学の学士号を取得した。 ウォレスは続いて1893年から1894年までアイオワ州立農業大学で落農学の准教授を務めた。1895年、ウォレスは父親が経営する農業士ウォレス・ S ・ファーマーに加わり、翌1916年に編集長となった。ウォレスはアイオワ州において 4H クラブの設立と拡張を支援した。また、 アイオワ州農業局の解説にも手助けした。1921年、ウォレスはウォレン・ハーディング政権において農務長官に任ぜられた。第一次世界大戦の影響により、内国の農業従事者は生産原価の高騰や農産物価格の暴落に困窮していた。ウォレスは農務省内に農業経済局と家庭経済局を新設し、農産物に関わる。 市場機能の安定を図った。また内務省から国有林の管理部門を移管し、林野部を設置した。ウォレスはカルビン・クーリージ政権でも引き続き農務長官を務めた。農務長官在任中の1924年11月18日、ウォレスはワシントン DC において死去した。ウォレスの遺体はアイオワ州デモインのウッドランド墓地に埋葬された。父親は ヘンリー・ウォレス、母親は、ナニー・アン・キャントウェルであった。ウォレスは1887年11月24日に、キャリー・メイ・ブロードヘッド、キャリー・メイ・ブロードヘッド、1867から1948と結婚した。ウォレスは、キャリーとの間に、以下の子供を設けた。